音分緊急企画、みんな、どうしようがせよ。ということで、ほんまどうしようがせよ。ねえ。元気しようかよ。元気じゃないかよ。ね。いろんな人がおると思いますけれどもね。僕は、このように、ベイビージュニアと一緒にですね、毎日キャッキャッキャッキャ言うで過ごしております。まあまあまあ、お茶の間時間楽しんでいきましょうということで。新曲、作りました。ラフ&ピースというのを聞いてください。こんな時こそ笑ってたいんだ。君がくれた笑顔の印、愛し合っていれば大丈夫だ。きっかけが誰だとか、動くのが遅いとか、責任をなすりつけ合い、憎しみ合うこと、みんなでご飯食べて、テレビ見た夜8時、あの頃は良かったなんて、解雇主義はもうやめよう。これからの時代を作るのは紛れもなく俺たちで、また陽気なダンスしよう。こんな時こそ笑ってたいんだ。君がくれた笑顔の印、パーでもチョキでもグッドだね。仲良くしたいんだ。右も左もお手で繋いで、認め合ってゆけばラフ&ピース。落ち込みもやもするけど、生きてる以上に一歩踏み出そう。前前後ろに下がって、前前後ろは振り向かず、前前風乗り越えよう。道の向こうに渡ってたいんだ。僕がお手で繋いで、心のキャンパスに落書き。一人として同じ顔はいない。一人として同じ声もいない。転んだとしても笑ってないんだ。君がくれた笑顔の印、パーでもチョキでもグッドだね。仲良くしたいんだ。右も左もお手で繋いで、認め合ってゆけば楽園ピース。笑って過ごしましょう。以上、筒井博文でした。